はい、では、ネットクックをクロームブック化するという動画を上げていましたので、それを使っていたんですけども、やっぱり我慢しきれず買ってしまいました。クロームブックのですね、エーサーの C720 です。早速開けてみたいと思います。Amazon 経由でですね、32,184円でした。ヨドバシにも以前店頭にはあったんですけども、すでにもう、なくなっていまして、ネット経由で買うということになりました。はい、それではこうですね、まず説明書の類がいろいろ入っています。これも置いといて、本体です。輸入版ではなくて正規の日本語版ということになっていますので、こちらが本体ですね。それから AC アダプター、こちらですね。日本語、ちゃんとですね、日本ですね、入版は3本になっているので、変換のアダプターがこちらなんですけども、ちゃんと日本になっていました。AC アダプターだけね、もう一つ欲しいんですけどね、これ今自宅で撮ってますけれども、そこがもう一つあれば、持ち歩くのすごく便利かなと思うんですけども、ちょっと見たところではまだどこにも売ってるようなものがなかったので、見つけられませんでした。とりあえず AC アダプターつなぎたいと思います。ここは3本、はい、それでは開封したいと思います。おお、ここにクロー、エイサーとありますね。結構軽いんですけれども、そんなに薄くないですね。で、まあ、すでにご存知かと思いますが、こちら左サイドですけども、電源ポートに、それから HDMI で USB でヘッドホンで、右の方は、これが SD カードスロットですね。それから、USB で、それからワイヤーかけるところですね。そんな感じです。開けてみます。はい、日本語版なので、ここはカナになっています。クロームブック Acer C720 となってますね。SSD で、これは 4GB のメモリーのはずですね。で、Google ドライブが 100KB まで使えるということになっているんだと思います。インテルですね、セイロンのはずですから。ではビリビリを破いてみます。評判的にはやはりこう液晶の画面が非常に見にくいという評判がありますので、どんなものなのか、そこがちょっと気になっているところです。これで終わりかな。では今からちょっとセットアップに抱えたいと思いますので、コンセントをつなぎます。はい、もう以前に、経験済みなので、ネットワークなしで、Wi-Fi ちゃんと拾ってくれてますので、ちょっとパスワードの画面に入りましたので、パスワード入れてみたいと思います。早いですね。Wi-Fi のパスワードを入れました。今接続中になっています。接続されましたね。受けてますかね。接続します。
オプションは一応外しておいて、同意して続行。今バージョンアップしてるのかな。あ、ここであれですね、 Google のアカウントを入れなきゃいけませんね。アカウントを入れてログイン。もうこれでいけたのでしょうかね。アプリ、Chrome、ストア、Google ドキュメント、スライド。あ、増えてますね。あ、これは。初期設画面はこんだけということなのかな。ブラウザが立ち上がりました。ブックマークも同期されてるはずですよね、当然ね。このブックマークですけども、すでに、普段使ってるものに同期されていますね。完全にされてますね。クイックノート、あ、クイックノートも出てきましたね。マイクロソフトのオンラインをちょっと見てみましょう。ワードオンライン。これはアカウント入れなくても、あ、アカウントもう一回入れ直さないといけないですね。マイクロソフトアカウント。かなっていう感じがしますね。また改めてレビューはしたいと思いますけども、これでワードオンラインも OK です。続いての Excel オンラインは OK ですね。で、PowerPoint オンラインも OK ですね。これでどうなんかな。アプリ。クイックノート入ってますね。あ、来た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 。ですね、前にですね、ネットブックをクロームブック化したときに追加したものが、入ってきています。例えばこちらの、ライトボックスで、こちらの2本指でスライドすると動きますので。こうですね。で、オフラインの Gmail も、それからエヴァノートウェブも入ってます。クイックノートも入って、クイックノートもドロップボックスも、あ、この辺が全部同期されるということなんですね。よいしょ。で、Excel オンライン、Word オンライン、PowerPoint オンラインということで、アプリの方の同期もされています。まあとりあえずは、セットアップできたということなので、じゃあ一度ちょっと電源切ってどれぐらいで立ち上がるかっていうのをやってみましょう。シャットアップします。もう一回、はい、電源をしました。クロームが出て。あ、もうこれでパスワード。あ、一瞬ですね。ちょっと初期画面が、またまたあれなのでヤフーですけど、もう一瞬ですね。立ち上がりは一瞬なので、これは極めて、便利なものだと思います、ということで簡単にセットアップが終わってしまいました。また細かいものは改めて、ちょっと調べながらやってみたいと思いますので、また改めてレビューしたいと思います。それではとりあえず、開封からセットアップまでの、Acer の Chromebook C720 のご紹介でした。